お世話になっております。この前の動画になりますけどね、りなちゃんがタチウオをバンバン連発させて、はい、ちょっとフラストレーションが僕らも溜まっちゃったものですから、はい、その後ね、もうやけくそになって青物を釣りまくってやったっていうね2人だけパクってましたね。いやいや、もう場所が良かっただけですよ。ほんとだいぶ余裕が出てきましたそうなんですね、ちょっとね、心持ちも余裕が出てきましてせっかくコラボしてるのに全然話を聞いてないっていう、ね、いや釣りで YouTube とか、はいはい、そういうので発信してる人を応援したいなっていう気持ちがあったんですよ、はいはい、で、コラボをしようと思って、はい、今ってだいぶその釣りとの距離は近づいてきてるのかなっていう時代的にですね、はい、情報が得やすいと思うんですよ、初心者の方だったり女性の方だったり、はい、そうですね、まずやっぱ気になるのは日焼けじゃないですか。あー、確かに。いや、結構いい色いい色になってますよね。そうですね、日焼けも多分対策をどうとかいうのは、はい、多分参考にならないと思うんですけどなんですか、アームカバーっていうのあれやってたんですけど、はい、忘れた日があって、はい、すごい日焼けしてたんですよ、はいはい、からもういいかってなって、はい、で顔はでもちゃんと日焼け止めとかは塗るようにはしてます、溶液が入ってる日焼け止め塗ったりとか。そんなのあるんですね、はい、あと夜のケアとかは日焼けしたい肌を良くする成分が入ってるものを使うようにしたり、年齢いい感じで年を取っていければいいかなと、見た目と、うん、はい、他のアウトドアする人にも釣りはおすすめですかね。絶対おすすめだと思う。アウトドアやってる人は絶対ハマりますか、例えば釣り以外にも、はい、アウトドアなんかやられるんですか。釣り始めてから逆に行かなくなったんですけど、はい、サーフィンとかスノーボーとかスケボーとか。おお、横乗り系ですね。そうですね、おなじみキックボクシングをやったりとか。まあ、でもサーフィンやる人とか釣りやる人も いますもんね、やっぱサーフで。波がない時は釣り、ある時はサーフィンとか、なんか言いますもんね。あとなんかサーフィンやってる人はその払い出しがすごい分かるから、はいはい、それで魚のいるところが分かるみたいな。まずサビキからやっぱ始めてる方とかもいて、うん、いっぱい釣れればハマるんでしょうね。そうですね、ぜひいっぱい釣れる釣りをまずやって、釣りの楽しさを知って、どんどんその足をその他にも踏み入れていってもらえるともっと盛り上がるのかなとは思いますけどね。ぜひこの楽しさは知っていただきたい。もったいない、絶対に知らないとどうハマりしてますもんね。こんなハマるとも思ってなかったんですがこんな楽しいともやっぱ思ってなくて、やらないとやっぱ分かんないなっていう。確かにね、はい、自分多分いろんなことやりすぎてると思うんですけど、はい、やっぱ人生一度きりなので、やりたいことをやらないと悔いが残った 今だけじゃないですか、多分こんだけいろいろできるので、はいはいはい、若いうちに特に動けると思うので、どんどんそのちょっとでも興味あることはできる範囲でやった方が絶対にいいと思います。いいこと言うですかね、それでだいぶ自分は楽しく過ごさせていただいている、いただいてる、はい、こういうご縁なんかもできますし ね、 そうですね、釣り知ったりすると本当何があるか分かんないですから ね、 すね、まあ、釣りしてなかったら、まあ、多分出会ってないわけですもんね、はい、皆さんと。それはもう魚が引き寄せてくれた。ただ釣りってなんかこう一回覚えちゃえば一生やれる趣味なのかなっていうのもありますしね。確かにそうですね、なんか他の、まあ、運動とかだとやっぱだんだん年齢を重ねることに体がちょっと大変になってきたりすると思うんですけど、なんか竿が上がってる、いけますか。え、若しじゃない、若しじゃない、お、なんですと、なんですか、そんな運命の瞬間に。やばいやばい、キロスです。若しじゃない、若しじゃない、なんだなんだなんだ、中のここで、おお、何？いいやつ。いいやつ。いいやつなの。いいやつ出たの。ヒラメ、ヒラチャレ。まさかの。ここで？ここでヒラチャレ。夏ヒラメ。おお。なんだ？ブリ。
り。お、サイズアップですか。どうね。何何。教えて。教えて、いきまさん。なんでこれ。なんでしょうか、鬼で。何っぽいとかありますか、今まで釣ったやつで似てる。魚っぽい。魚っぽい。ぽい。だいぶ大きな。ギョギョギョ。あ、え、もうそこら辺じゃないですか。あ、あ、あ、見たい見たい。パラさんといて。姿を見たい。パラさんといて。あ、パラさんといて。なんだなんだ。なんだなんだ。なんなんだ。なになに。え、どこどこ見えない。いつも以上に丁寧なやりとり。あ、え、あ、なんか見えた。なんか見えた。見えべ。あ、いた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 。そこそこそこはい、そこ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 。あー、えー、すごい。え、なんか、おいしいやつ、おいしいやつ、おいしいやつ来た。すごい。なんでワカシじゃないってわかるんですか。叩くんだ。叩くんだ。どこどこって下に潜っていく。わかります？叩く感じ。わかんないですね。うちのカンパチですもんね。うちのカンパチ。お見事。え、いいんですか？うまいっす。いただきちゃいますか？あー、いいですね。いいですか？食べる楽しみもね、もちろん釣りの。ね、もちろん料理編を作ってくれる。カンパチって何で食べると美味しいとかあるの？このままね、あの、刺身食べるとうまいです。あ、刺身。はい。現場の杉浦チャンネルご覧ください、はい、ぜひ。 ありがとうございます、はい、ぜひ URL 概要欄に貼っておきます。ありがとうございます。釣りっていいですね。お土産にいただいて、タチウオからの処分追加で。そうですね、はい、その処分のお返しをいただきました。はい。なんか今ちょうどですね、初心者の方はジグさびきから始めたら確率高いからね。確かに楽しさが分かりやすいんじゃないかっていうことで。ぜひ師匠、いいっすか。はい、楽しいとこ見せちゃっていいっすか。伝えてください。もうこの三連わかしみたいの見せてあげますよ。おー、それ楽しみに。今日の師匠は、今日の師匠のゴールはトリプル目指してやっていきたいと思います。おー、楽しみにしてます。これでいいんですかね。リーダーを結束した先のリーダーを、ここいつもスナップつけてるんですけど、僕は今日ユニノットでここ結びました。そしてジグサビキが来て、最後一番先っちょに情熱フェニックスという構図になってます。でこれで3連掛けね、見せて今日は終わりにしたいと思います。行ってきます。あのジグサビキのこのファーストサビキにかかりまして、この人のね、やっぱ実力はすごいなっていうことが分かりました。なんでちょっとね、これは釣りジャック史上初の企画なんじゃないかなと思うんですけど、あの、イクマさんに勝負を挑んでみたいと。やったことないですよね。受けてたと。Ha ha ha!